海水浴シーズン本番を間近に控えた富山市の岩瀬浜海水浴場。大変ちょっと暑いですけれども、ちょっと大体1時間ぐらいライフセービングの体験をしてもらおうというふうに思っています。豊かな自然に恵まれた富山でトライアスロンを中心とした屋外スポーツを楽しむ民間団体チームアバンテの代表でライフセーバーの宮田真一さんです。宮田さんは毎年この時期、海を楽しむ準備として海岸清掃や海の安全を呼びかけるイベントを開催しています。この日行われたのはライフセーバーが子どもたちに海の備えを教える野外教室です。じゃあライフジャケット着た方、そのまま入ってます。四方を海に囲まれた島国日本、海水浴シーズン本番に向けた準備が全国で始まる中、都内で海の備えに関するシンポジウムが開かれました。テーマは水難事故対策の常識を疑う。ライフセーバーや水難救助の有識者などが登壇し、なぜ水難事故が毎年繰り返されるのか、問題提起を含め全国で発生した事故の原因分析から正しく有益な対処法までを明確にするディスカッションが行われました。こんなアンケート調査の結果が示されました。溺れた経験がある人のうち25メートル以上泳ぐことができると答えた人が半数を占めたという事実。プールで泳ぐ力があっても海や川など自然環境の中では溺れてしまうケースがあり、泳げることと溺れないことは違うことを示しています。危険な状態に陥らないように海に行くためにどういう備えをするか、そしてその上で楽しく海で遊んでもらうという、そういうコンセプトでですね、教育内容を組み立てて、そしてそれを広く日本全体に広めていく必要があるんじゃないかというふうに思っています。そして楽しく海で遊ぶための備えとなるライフジャケットに加えて、ウエストポーチ型の浮き具などさまざまな形態のフローティングアイテムが紹介されました。個人やあと一つの団体とかだけで再発防止ですとか予防の取り組みができるかというと非常に難しくて、やはりいろんな人が連携してですね、そして共感しながら取り組みを進めていくということと、あと仕組みを作っていくということが、私は社会を変えていくためには本当に大切なことではないかと思っております。今回の調査をしてみて、溺れの経験をした年齢というのが出ていました。でこれがほとんどの方が12歳以下の時に溺れを経験しているということでありました。ということはどういうことかというと、やはり私たちがターゲットとすべき層というのがこのところにやっぱりこう顕在化しているというところが明らかになりましたので、これから事業を展開していく上においては、この12歳以下というものをターゲットにして少し進めていければと思っております。繰り返される水難事故、全国の統計によると15年以上にわたり水難事故に遭った人の数が毎年1600人前後で推移、このうち死者・行方不明者はおよそ800人です。県内でも今年海や川で水難事故に遭った人は6月末時点で15人、このうち10人が亡くなっています。宮田さんが所属する富山ライフセービングクラブでは、おととしから射水市の依頼を受け、江比江海浜公園で海水浴シーズンの見守り活動をしています。今年も海開きを前に、ライフセーバーが遊泳区域を示すブイが安全に設置されているかなど、海水浴場の点検を行いました。来週から海開き始まるんですけれども、それに向けて遊泳ブイをちょっと調整、波で動いてしまいますので最終確認をしていました。今のところ大きな波が来てないので大丈夫かと思います。
ここの海水浴場は急に深くなるところもありますので、ご家族で遊びに来る際は親御さんはお子さんから目を離さないように常に見てあげていてほしいなと思います。楽しい顔がちゃんと顎から上が水上に出るように。海を楽しむために必要な備え、その第一歩となるのが実際に海に入る子どもたちに正しい知識と自分の身は自分で守るという意識を持ってもらうことです。少しでも子どもたちに 海は楽しいところなんだなっていうことを知ってもらうためにこういうイベントを企画しました。まずは海を楽しんでもらうということをテーマに、ライフジャケットの必要性だったりとか、正しい知識で海を楽しんでもらうということを目的に開催しました。子どもたちはライフセーバーからそれぞれの状況に応じた正しい浮き方などを教わっていました。自分の足が見えるように。頭をつけてみよう。完全に仰向けに。ライフセーバーが救助活動で使うニッパーボードを使って子どもたちを楽しませながら海に行く感覚を教えます、上半身乗せて、バランス取れてから、よし、じゃあ向こうまで帰ってみよう。動くね。動くよね。バランス取りつく、そうそういいよ。いやいや、子どもたちは備えがあれば思いっきり海が楽しめることを身をもって学んだようです。なんか普段だったらライフジャケットつけてなかったから、ライフジャケットつけたらちょっと安心して泳げた。ライフジャケット着んと溺れるから気をつけようと。あんまり海あっちの方とか行かんようにしたら溺れるかなと。やってないので、今度から来た方がよろしいのかなとは思います。いつもはつけてないんですけども、やっぱり沖に行って危ないなと思うところが多々あったり、波の、流れとかも結構あるんで、つけたらいいのかなと思いました。備えあれば憂いなし。いや、備えあれば海はもっと楽しい。今年の夏本番はもうすぐです。海と日本。